しょうこです。しょうこのビビッドな日常ではもっと楽しく生きれたらいいな、昨日より今日一歩踏み出すためのグッドアイデア、私の日常を通して伝えていくチャンネルになっております。もしよかったら最後まで見ていってチャンネル登録していただけると嬉しいです。今回ちょっと時間が空いたので動画ね撮る日ってなってたんですけど、あまりにも天気が良くてレンとお弁当を持って散歩に行こうっていうことになりまして、急遽お弁当ささっと作ってささっと散歩に行ってささっと帰ってくるっていう気分転換のね動画になっております。今回ね使うものはスーパーでささって買ってきたんですけど、バケット、スライスチーズと生ハムちゃんと卵ですね、卵とトマトで、ちょっとねサラダな春カム焼きの皮が安かったので、はい、こちらの方買ってきました。でマヨネーズはね、菜種油で作ってる体に良さそうなマヨネーズ、早速ね作っていきたいかなと思います。こちらのねフライパン、ちょっとの水でねゆで卵ができるっていうこと、朝日系貴族だそうです。せっかくなのでゆで卵作っときます。はい、ハムより生ハムの方がね添加物が入ってないので生ハムの方を使っていきます。いい天気の時はよくお弁当っていうよりはつまみ持ってビールとかワインとか持って近所の散策な感じです。レタスとかでもいいんですけど、サラダ菜がねちょうどいいですよね。見た目にも可愛いし、おにぎり作って持っていくこともあるんですけど、今日はねなんかちょっと久々にパン食べたい気分だったので、まず春巻きの皮、これはよくね作るんですけど、ね、2枚、まず1枚ペロペロってめくります。でもう1枚、こっちは2枚です。2枚ぐらいがちょうどいいんですよね。と生ハムを、これ切り落としなのでちょっと綺麗じゃないんですけど、ちょっとお値段ねそっちの方が安いでしょ、ね、これでトマト、よいしょ、スライスチーズを入れていきます。で畳んでいきます。で四角く畳みます。で最初にこちらの方をかけてフライパンで焼きます。で三角形に畳んで四角に、ね、四角に中火で炙っていきます。と久々のソースパンですね。で真ん中切っていきます。よいしょ、裏返します。ちょっと待って、焦げ目がついたら今度はついてない面の方に、あっやっちゃった、入れてあげて飛び出たとこ入れちゃいます。ちょっと美味しそうなハムちゃんを挟んでいきます。はい、あとも次にゆで卵はね、ちょっとあったかいうちに剥くと綺麗に剥けるんですけど、剥きにくいなるとちょっとねそういう時はもう砕いちゃってやるんですね。マヨネーズちゃんを入れた状態で、最後の日かな、こんな感じのサンドイッチになります。こんな感じで、こちらのこんな感じ、こんな感じのお弁当になりました。はい、これ持っていきます。はい、次はちょっとねデザートにヨーグルト持っていきたいと思います。まあ昔からなんだけど、会った時から私は結構どっか出かけたりとか遠出したりとか、こう出かけたっていう感じがしてたんですけど、うちの旦那さんとかはね散歩してるとか、近所になんか日常で幸せチックな感じになるとめちゃくちゃ喜ぶんですね。なんかどっか観光するっていうより、もうほんと近所でお弁当を持ってあんこと3人でちょっとお出かけするっていうと、なんだかね幸せに感じるらしく、幸せだねって言ってくれたりするので、普通にご近所を散歩してるのをなんか特別感出してお弁当を作ったりとか、いちごパフェ的なちょっと甘めにオーガニックのアガベシロップ、アガベシロップ入れた、はい、こちらの方を少しかけときます。はい、どうでしょう、こんな感じです。こんな感じでございます。はい、今日はビールを金麦とプリングパレーで白を持って、はい、行きたいと思います。
ピー。はい、乾杯。これをね、食べるの。あ、ちょっとしっとりして焼きたてね、カリカリしてるんだけど、キーの作ってきたけど、どうですか。じゃあ、はい、じゃあすごいこぼそうだな。うまい、うまい。電話落ちてくるの待ってます。ちょっと具沢山すぎた。おいしい。おいしい。うん、カメラマン的にすごいモデルさんとかいっぱい撮ってるね。綺麗に撮る秘訣とか。撮影前はリラックスすることが大切だけど、うん、やっぱり笑った表情を撮りたいじゃない、うん、だから笑顔の練習しとくのはいいよね。撮影中って一つのことしか結局できないのよ。回ってって言ったら回ることしかできないし、笑ってって言ったら笑うことしかできないから、とりあえずどんな時でも笑っとけみたいな。何するにも笑っとくのがまあ基本形であって、基本にあればいいよね。それができれば、他のカメラマンがこうしてこうしてって言った時にさ、うん、笑顔は意識しなくてもできるっていうことであれば完璧だよね、うん、皆さん笑うとね、うん、シワが出るじゃん。私もそうだけど、目尻、うん、にいっぱいやるから嫌だっていう人いるけど、うん、横じゃだといいけど、まあぶっちゃけちょっと隠せるじゃない、写真って、うん、けど表情っていじれないじゃない。多少今 AI でいじれるけど、いじれるんだ、うん、どのぐらいいじれんの。口角上げたり普通に AI がしてくれるけど、でもやっぱり歯見せたりとかうまくできないことも多いから、やっぱり自分で笑顔を作るのがまだいいよね。笑顔の練習はしといた方がいい。笑顔の練習しといていいんじゃないかな。だって撮影だけじゃなくても笑顔って意外に役に立つよ。私と結婚を決めたのは笑顔で。笑顔でしょ。揺れてる。画面すごい揺れてます。笑顔だよね、うん、なんだかんだで笑顔、うん、仕事なんかうまくいってない感じがしても笑顔だとうまくいってんのかなと思うもん、うん、そうだね。安心するよ。他がカメラマンが深刻な表情だとモデルさんも深刻な顔になってる。そうだね。気にしないって顔してればそのうちうまくいく。まあ、私たちはね、お仕事的に美容師とかヘアメイクとかってお客さんに接してるから笑顔で接することの方が多いんで助かってたけど、でも第一印象がね、笑ってるってずっと前から言われてたもんね。うん、しょうごさんは笑ってる人でしょってよく言われてたんで、うちの母親がいつも言ってたのが、女の子は笑ってなさいっていつも言ってた。三文お得じゃないけど、朝一で不機嫌な顔してたらすっごい怒られてたんだけど、おはようございますも言わない、ムスッとしてたら感じ悪いじゃない、ニコニコしておはようございますって言うと、その人に会っただけでその一日が変わるよね、気分が、うん、って言って、うちのママも言ってたんだけど、結構ね、女優さんだったりとか料理研究家のね、手原晴美さんもいつも言って、おはようございますってすごい、うん、いつも明るくね、言ってくれてて、気をつけてるっていうか、どんなに疲れてても、うん、朝一家族にとかスタッフに会ったら、どんなにしんどくてもおはようって明るく言うのって言っていて、つどつど忘れかけるじゃない、笑顔当然だって思ってても、言ってくれないと朝起きた時にしんどい顔してたりとかね、しちゃいがちだけど、やっぱり節目節目にこうやって自分に気合い入れて笑っとけみたいな話をしてもらってたから、自分も気をつけようって。ヘアメイクの時に来てくれてた時も、一番最初に何したらいいですかって言われた時に、とにかく笑っててくださいって一番最初に約束をしてたんだけど、今ねアシスタントだった子が一人前になって、トムさんたまにほらお仕事したりするじゃない、うんうんうん、みんな笑顔素敵じゃない、うん、笑顔でやってる。笑顔でやってる。笑顔でやってるよね、うん、家に入るんだったら笑顔でって言ってたな。初めてさ家に挨拶に来た時にズボン破れなかったっけ。ズボン破れた。お尻お尻破けて、お母さんに縫ってもらってたよね。縫ってもらったね。破れたままどこも行けないから。お母さん縫って。縫ってお尻破けたから縫って。縫ってもらって、そこで挨拶ができなかったんだよね。挨拶しに行ったんだよね、本当は。本当はね、結婚しますっていう報告に行ったんだよね。うん、行って、で、お尻破けちゃって、あわわって、なしつく、うし。そのままご飯食べてね、おやすみなさいって寝てね。寝て。で、次の日、トモさん家の実家が石川県だったからね、うん、石川に行って言えなかったんだってお父さんに言ったら、もう一回言ってちゃんと言い直してこいって言われたんだよね、うん、ちょっと聞いてくださいって、まあまあって言われちゃいますね、うん、お父さん。いいからいいからってちゃんと言ったんだっけ。言った言った。言ったのか。うん、言ったよ、うん、立派だね。皆さんもそういう経験がお持ちだったら、面白いエピソードがあったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。今日はグダグダなあの動画になっておりますけども、日々で気分転換することっていうのが、私がねもともとあんまり上手じゃなかったんですけど、
まあ、トムさんとね結婚したりとか犬を飼うようになって、近所をねちょっとした散歩するだけで本当に空が綺麗だったりとか、うんね、花が咲いてるなとか、同じビール飲むんでも1本で結構酔えるもんね、うん、外で飲むとなんか飲んじゃうけど公園で飲んでるとまだ1本飲んでないけど結構ほろ酔いな感じになれるし、うん、ちょうどいいよね。ちょうどいいよね。まあ夫婦の会話っていうのも外でねたわいのないこういう話をしてるだけで充実するのかな。日々のちょっとしたもう本当に合間でいいと思うんですよね。2時間ぐらいですよね、時間が空いて。それだけでもかなりね、うん、3日ぐらい旅行行ったぐらいな気分がね、うん、味わえるもんね。なのでもしね皆さんもちょっとした時間で私はこんな気分転換してるのよとか、こんな感じだったらいいよっていうのがあったらまた教えてください。でちょっとお弁当持ってっていうことで、今日は皆さんに垣間見ていただきました。もしよかったらね次からももう少しちゃんと役に立つ動画を出していきますので、もしよかったら見てください。ではまた次の動画でお待ちしてます。